こんにちは。渋谷で美容師をしている内山ひかると申します。今回は5月に使えるカチューシャアレンジ3選をご紹介していきます。女の子はみんな一つでも持っているカチューシャで簡単にアレンジができるので、春らしい春小物のカチューシャを使っていきたいと思います。ちなみに全部3分以内でできるヘアアレンジになっているので、やってみていただけたら嬉しいです。私は髪が長いのですが、今回はどんな髪の長さでも簡単にアレンジできるものをご紹介していくので、ヘアオイルをいつもより多めに出していただいて、土台としていつもより多めにつけていただくのがポイントです。カットのトレンドとしてレイヤーを入れていただく方がとっても多いので、ぴょんぴょん出てきたりしないためにも、しっかりオイルをなじませてあげて土台を作ってあげるとヘアアレンジが崩れにくくなるので、ぜひそちらからやってみてください。第3位はオフィスカジュアルな OL さんでもできるポニーテールアレンジです。まずはじめに髪の毛を後ろでくくっていきます。くくるポイントは真ん中あたりがポイントです。意外と女の子、襟足の部分をしまい忘れてる方見かけるので、襟足もしっかり入れてあげてください。でポニーテールをしたらキュッと引っ張ってあげると、ここがタイトになって頭の形が綺麗に見えるので、その後にこの正面から見てあげて、この一番高い位置を少しほぐしてあげます。そうするとより頭の形が綺麗に見えるので、ここもやってみてください。でこのカチューシャをつけてあげて、ほくれ毛を出してあげます。アイロンで前髪を挟んでカールをつけてあげます。でほくれ毛も軽く通してあげると、よりふんわり感が出て春らしくなるので、アイロンを通してあげてください。でポニーテールで結んだこの毛先の部分も少しカールをつけてあげるとふんわり感が出て春っぽくなるので、こちらもしっかりカールをつけてあげてください。完成しました。毛先の部分はもっとお時間があるときは巻いていただくと、ふんわりして春らしい感じを演出できると思うので、場面に合わせた巻きも試してみてください。第2位は横浜なんかの食べ歩きデートにおすすめな編み下ろしアレンジです。私は横で編み下ろしてあげます。皆さんは好きな場所で編み下ろしていただいて大丈夫なので、まず簡単に下で三つ編みを作っていきます。この時に最初はしっかり三つ編みを作ってあげて、でゴムをつける前に少しほぐしていきます。ポイントが本当に指で小さくつまむようにほぐしてあげてください。ほぐしすぎてしまうと髪の毛が大きく見えてしまうので、この土台の部分も少し出してあげて、でこのようにほぐせたら色のついたゴムを使っていきます。ゴムをつけるときに同じところで結ぶよりかは、こうやってずらしながら結んであげるとここも可愛く見せてあげれるので、ゴムもこんな感じで使ってあげてください。カチューシャをつけてあげて顔周りの髪の毛を出してあげます。カチューシャをつけてから出してあげることによって出しすぎの防止にもなるので、ここも指でつまみながら細かく出してあげてください。でつけてあげた後につけてあげた内側を出してあげます。そうするとここも編み込んだように見せてあげることができるので、少しガーリーな感じになってデートにも使えるアレンジになります。でこっち側もちょっと引き出してあげてください。で引き出しが終わったらストレートアイロンでほくれ毛にカールをつけてあげます。ガーリーなアレンジをするときはちょっと爪にカールをつけてあげるとよりデートシーンに使えるので、きつめにカールをつけてあげるイメージでつけてあげてください。で、おくれ毛にアイロンを通し終わったら、こういったバームタイプのスタイリングを使っていきます。少しだけ使ってあげてください。
で指先になじませてあげて、前髪や遅れ毛の毛先につけてあげるようなイメージで揉み込んでいきます。春は風が多いので、こういった細かい部分はファームをつけてあげるとよりキープ力も上がるので、この巻き下ろした毛先にもちょっとつけてあげるとパサつきが目立たずにおすすめです。はい、完成です。スタイリング剤は前髪や顔周りの毛先の半分ぐらいにつけてあげるのがおすすめです。第1位はバーベキューなどで使えるお団子アレンジです。やっていきます。まず前髪は関係なく出てきても大丈夫なので、この頭の一番高い部分で髪の毛を上に上げていきます。ゴムもこういった色のついたものがおすすめです。このまま片手で髪の毛を支えてねじるような感じで毛先を少しねじってあげてください。で、このままぐるぐる巻きつけるような感じで毛先を締まっていきます。で、ゴムでまとめてあげたらカチューシャをつけていきます。で、前髪を全部上に上げるように留めていきます。で、この時にちょっと奥まで行ってこれをでこう前にやってあげると、ここにふんわりポイントができるのでおすすめです。で、遅れ毛を出していきます。このアレンジの場合はあんまりたくさんほぐすよりかは少しだけふんわり見せてあげる程度ほぐしてあげてください。これで完成です。バーベキューや動くシーンなどでも女の子らしさをプラスしたアレンジになってますので、ぜひ試してみてください。ということで、いかがだったでしょうか。5月や夏に向けて暖かくなってくる季節にぴったりのヘアアレンジをご紹介していきました。どれも簡単に3分以内でできるので、ぜひ試してみてください。ということで、今回はスタイリストの内山ひかるがご紹介させていただきました。私のインスタのアカウントもこちらに載せさせていただいてますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。この絹女チャンネルではヘアケアやヘアアレンジ方法、髪の毛のハウツー動画をお届けしておりますので、ぜひよかったらチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。